7つ下の妹から、結婚する。お兄ちゃん、今まで本当にありがとう。なんて言われちまったよ。俺が二十歳の頃に、両親は、居眠り運転の車に正面衝突されて死んじゃってさ。残されたのは、俺と妹と、両親が自営業してた小さな飲食店。もともと、家業を継ごうと思ってたんだけど、いざ、いきなり両親がいなくなると、何もわかんねえの。18から2年間両親と一緒に仕事してたけど、何から何まで一人で店やるのって、本当に大変だし、妹は、しばらく塞ぎ込んじゃうしで、本当に参ってた。当時、そんな状況なもんだから、親戚が見かねて、妹を引き取ってくれるって言ってくれたんだよ。そん時に妹が、負担になりたくないし、私の世話までしてたら、お兄ちゃんまで死んじゃうよ。なんて言うの。13歳に何言わせてんだ俺。って思ったら、すごく情けなくてさ。でも、その言葉があったから、逆に頑張れたのかもしれない。もう少し頑張らせてください。ちゃんと面倒を見て、妹には、これ以上、不自由な生活させませんから。と、そっから妹の面倒もおろそかにせず、死に物狂いで働いて、大学に行かせることもできて、割と良さそうなところに就職もできて、俺の役目も一段落。で、今日、店を閉めようかと思ったら、妹から電話かかってきて、結婚するって。お盆の時に、旦那になる人も連れてくるってよ。父ちゃん、母ちゃんに、いい報告できそうだわ。ありがとう。気づいたら15年も経ってて、時間なんてあっという間だなーって、しみじみ思うよ。恋愛とか、そういうのしてる暇もなかったわ。これからは、自分なりの幸せを探しながら頑張るよ。